ない、ない。どこ行ったのかしら。もう。探しもんか。うん、ちょっとね。ないな。確かにカバンの中に入れたはずなのに。何探してんだ？探すの手伝ってやるよ。いいわよ。あんたには関係ないし。だいたい女の子のカバンの中覗くつもり？この変態！その言い方はねえだろ。こっちは好意で言ってんのに。そうかもしれないけど、あんたに探されるのはちょっと困るんだってば。そうなのか？だけど、ない方が困るんだろ？それはそうなんだけど。あっ！やあ！カバンの中身だ！ああ、すげえ勢いで散らばったな。キャー！ちょっと！触らなくていいから！んなこと言ったってお前、一人よりは二人の方が。教科書、参考書、ノート、ポーチ、菓子類、どっさり。あとは、え？これって、恋結びだよな。うひょう、あああああ今の、見た？見たっけ？キャー！この、ど変態！どいてー！言って！俺が何をしたって言うんだよ！あんたは何も見なかった。いいえ、わかった。で、ブツは見つかったのか？おかげさまでね。はあ、そりゃよかったな。なんかお腹空いてきちゃったわ。商店街歩いてるとお腹空くのよね。のいい香り。お前の場合、商店街を歩いてる時に限った話じゃねえだろ。何よ、人を血色児童みたいに言わないで。あんた、私を何だと思って。これからわんこそば早食い大会を開催します。皆様、ふるってご参加ください。ん？はいはい、参加する方急いで、もうすぐ締め切っちゃうよ。ねえ、ラク、ワンコとそばって何？ワンコとそば？違う、ワンコとそばじゃなくてワンコそば。ワンは犬じゃなくて食器のお椀だよ。小口のお椀に入ったそばだからワンコそば。あ、そういうこと。まったく紛らわしい名前ね。さすがに犬とそばの組み合わせはねえだろ。うるさいわね。で、そのワンコそばって何なのよ。ワンコそばってのは一口で食べられる量の蕎麦を熱い蕎麦つゆにくぐらせてからお椀に入れたもんのことだ。給仕してくれる人がさ、食べた蕎麦からお椀にどんどんおかわりを入れてってくれるんだぜ。で、時間内に何杯食べられるか競うんだ。へえ、そんなものがあるんだ。おい、ちとけ。はいはい、私参加します。行動早えな。お、よく言ったお嬢ちゃん。それで
給仕役はいるのかな。給仕役？この大会では早食いする当人はもちろんのこと、後ろからそばを入れる給仕役の人もペアで参加してもらうんだ。勝つためには給仕の手際も重要な要素になってくるよ。だから息がぴったりな相方がいるといいんだけどね。なるほどね。チロ。はいはい、やらせていただきますよ。そうこなくっちゃ。サポート頼んだわよ、ラク。では、よーい、スタート。ぽく、次。はい。ぽく、次。はいはい。おお、飛び入りの女子高生、やりますね。昨年度チャンピオンとペースが変わらない。ですが、あの10分間、何が起こるかわからないのが、このわんこそば早食い大会だ。早くおそばつきなさいよ。ついでるよ。ありえねえ、お前食うの早すぎだ。おっと、ここでチャンピオンがむせた。女子高校生、ありえないスピードで追い上げていく。ほいさほいさほいさ。女子高校生優勝です。おめでとう。やったー。すげえ、やったな、ちとげ。いやはや、あまりの食いっぷりに危うく腕まで食われるかと思ったぜ。んなことするわけないでしょ。いやー、さすがはカップル、呼吸がぴったり合ってましたね。ぴったりって違うわよ。私が楽に合わせてやっただけ。俺が合わせてやったんだろうが。私のおかげだって。何を喧嘩するほど仲がいいと言いますもんね。さて、優勝者に贈られる商品は、じゃーん、わんこそば1年分でーす。が、そういうオチか。1年分だなんて。やったー。やったのかよ。この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。ああ、ラクのバカ。わやわはまだ漫画を読んでおるのに。こいつ、妖怪なのに読めが効かないのか。おはよう、シュー。例のある、サンキューね。よー、マイコ。また例のある、よろしく頼むぜ。マイコくん、例のある、助かったよ。ほいほーい。いやー、俺って人気者だな。お前って知り合い多いよな。でも、例のあれってなんだ？中学時代からコツコツと人脈を広げてきたからな。これくらいは日常茶飯事だぜ。で、例のあれって？マイコ、例のあれの件で相談があるんだ。オッケー。そじゃ、また後でな、ラク。いや、だから例のあれってなんだよ。いただきまーす。以前から思ってましたが、桐崎さんのお弁当って本当に大きいですわよね。いくらなんでも太りますわよ。いいのよ、成長期なんだから。
そういうあんたこそ、もっとちゃんと食べた方がいいんじゃないの？しかしお前、重箱三段重ねって、普通に考えて三人前ってことだろ？フードファイターでも目指すつもりか？じゃ、なんてこと言うのよ。重箱って言ったって、見かけほど量はないんだから。決してそんな風には見えませんけど、さすがは桐崎さん、人間離れした量をお食べになるのですね。なあ、もううっさいうっさい。外野の言うことなんか気にしないで、いただきまーすっと。わあ、おいしかったー。ごちそうさまでしたー。マジかよ、俺まだ半分しか食ってねえぞ。見ていただけですのに、胃もたれしそうですわ。ん？どうかした？まあねー、ご飯を食べてる時が一番幸せかも。そんだけ楽しそうに食べられると、なんだか見てるこっちも幸せになってくるよ。な、何よ。一応褒めてるつもりなんだが。あんまりジロジロ見ないでよね。まったく、デリカシーないんだから。デカ盛り弁当食ってる女が言うセリフかよ。うわっ！いったった。ごめんなさ。って、なんだ、もやしか。え？あ、うん。あんたこそ、大丈夫？このくらいはなんともねえよ。そ、よかった。ごめんね。まさか、廊下の左側に立ってるとは思わなくて。ん？なんで右左が関係あるんだ？だって、こういう時は普通、みんな右側を歩くものでしょ？道路だってそうだし。いや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 、道路と廊下は違うだろ。ていうか、そもそも道路は左側通行だし。あ、そっか、ごめん。アメリカの癖で、つい右側のような気がしてたわ。でもこれって外国人にとっては怪我のもとよね。国際基準で廊下は右側通行ってことに決めちゃわない？アメリカイコール国際基準ってのは傲慢だろ。ここは日本なんだから、統一するならむしろ左側通行で揃えるべきなんじゃねえか？その通りですわ！マリカ？急に出てきたな。細かい事情はわかりませんけど、ラク様が間違っているはずありません。だから廊下は断然左側通行です。援軍をつけるとは、やるわね、ダーリン。ならこっちも。つぐみー。はい、お嬢。ねえねえ、廊下って右側と左側どっち通行だと思う？私は右だと思うけど。右ですね。言うまでもなく右。疑いようもなく右です。左ったら左。左に決まってますわ。貴様がそう言うのならますます右だ。ほほほ、これで2対2。振り出しに戻ったわね、ダーリン。お前な、こんなどうでもいいことを何大ごとにしてるんだ。そういうことなら、この私めが白黒つけて死んぜよ。男子は右側、女子は左側。ズバリ、これこそが究極の答え。お互いが反対側を通行すれば、どこ見てんのよバカ、イベント発生率が格段にアップ。ドッキドキの高校生活を強力にサポート。アベス！拉致が開かないな。そのようね。ここは一つ、中立そうな人に。
おーい、小崎ちゃん。というわけで、どっち通行がいいかって話をしてたんだけど、小崎ちゃんはどう思う？左左左、絶対左ですわよね。黙っていろ、立花マリカ。これは厳正なる議長採決だ。悪いな、小野寺。くだらないことに付き合わせて。ううん、それはいいんだけど、そのどっち通行とかじゃなくて、ただ廊下を走らなければそれでいいんじゃないかな。そうですね。この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。ああ、ラクのバカ。わやわはまだ漫画を読んでおるのに。こいつ、妖怪なのに読めが聞かないのか。なんで立花がこんなところにいるんだ？お前の家は真逆だろうが。それはもちろん、ラク様と二人っきりでラブラブな投稿をするためですよ。お前、そのためだけに遠回りして俺を待ってたのか？これも愛のなせる技ですわ。だけど、ちょっぴり体が冷えてしまいました。ですので、ラク様の体で温めてください。はいはい、くっつくのは禁止。まあ、ラク様のいけず。